デビューにしたら光どうだろう。こっちからしたらやけにおかしかったの、光が。うんうんうん。強いんでしょうね。うん、すごい強かった。肝心とかここ閉じちゃって、こっちの光だけにすると、もうそれは明らかに、うん、いいよね。OK ですよね。じゃあお願いします。じゃあよろしくお願いします。お疲れ様です。本日もよろしくお願いします。今日はですね、ご覧の通り週末海外ノマド大輔さんと一緒です。大輔さんがね、佐賀の方で仕事があって、そうですね。それでまあ福岡に来ていただいたっていう感じですね。はい。ちょうどね、今日日曜日なんですけど、ですね。たまたまね福岡にいる時間ができて、うん、もう福岡といえばもともさんだと。ということで、ですねっていうか、いつも来てくれるんで、させてもらいました。ありがたいです。ありがとうございます。まあいつも飲んでるわけじゃないですけどね。そうです。そうですか。まあまあ飲んだから。今日はでももう帰らないダメだからね。今日はね夜便で、はいはい、帰らないダメだからもう仕方ないんですけど、まあいつもありがとうございます。いえいえこちらこそ。まあ大輔さんはもう本当にね数十人の頃から登録者が知ってるんで、今の段階でもう6万8500人。もっとそれ、6万7、8千とか、はい、そこら辺だよね、もうね。はい、だからもう7番に行くような方になったんで、いや、ほんとびっくりですね。最初は、私、前回の動画でもお話したと思うんですけど、大輔さんも、その旅行に集中する前は、ラーメン食べたり、ランニングしたり、いろんなことをやって、独身男の。その結果、旅行やって、再生数伸びたらこれだって。そうなんですよね。集中して、うん、で、なおかつそこにもう一点集中で勉強して、いろんな情報を、こう、共有してっていう感じでガンガン伸びていったよね。はい。伸び方がやっぱ半端じゃなかったよね。まあ、どうですか。でもコンスタントに、ずっと今も、うんね、はい、緩やかに伸びてるって感じですかね。いや、すごい。最初、5万人は絶対行くなっていうのが、1万人行ってない時に思ってたのよ。それは本当に思ってたんだけど、もうまさか5万なんか余裕で突破して、次10万じゃない、うんうん、10万でいったらもう YouTuber の中では本当数パーセントどころじゃないでしょ。いやー、でもだって10万人よ。だってそうですね、10万いくためにはちょっともう何個かひねらないと、うん、多分ダメなんでしょうけどね。まあ努力を常に、努力が常に必要ってことね。でもトモさんも毎日投稿なんだかんだでちゃんと続けられてますもんね。まあまあ空いてることは空いてる時もあるけど、基本的には毎日投稿。今トモチャンネルって何本ですか、動画アップして。今もう1000本超えた。1000超えた。1000本、我々1000本ノック1000本ノックした一応やったっすよね。うわ、もう十分よ。すごい、もう1000本ノックでこんなにでも差がつくんで、いやいやいや、とんでもないですよ。そんなもう自分趣味だけど、もう大輔さんの場合はもうこれ仕事にしてもおかしくないぐらい。まあ一応趣味で、ね、趣味だけど当然、ね、だって仕事あるから。本業があるから。でも仕事にしてる、する人いるよね、多分ね。本業持ってなくて YouTube だけで一本でやってる人で、はい、で大輔さんぐらいの登録者と再生数があったら、意外と仕事の感覚でやってる人いるかもしれないよね。ああ、まあ登録数で言ったら多分いると思いますね。だからもっと案件取ったりとか、ああ、いろんな、ね、あとやっぱメンバーシップですよね。あ、メンバーシップ、ね、トモさんも一応やられてますけど、僕もやった方がいいんじゃないっていうのが、やっぱいろんなところからお声掛けはいただくんですけど。やった方がいいんじゃない？確かに。いや、まあそうですね。だから本当にそれ一本で仕事にするってんだったら、メンバーシップだとか、そうですよね、案件ちゃんと取ったりとか。ああ、まあそうよね、そういう、あとはもう何ですかね、クラウドファンディングだとか、なんかのプロジェクトをするにあたっての資金提供、資金集めるみたいなのは真剣に考えて、まあ、そういうやってる人が多いってことですね。ちゃんとクラファンなんかでも結構批判が出たりするよね、目的によりますよね。そう、これ厳しいよね、厳しい、ここら辺はちゃんとしない、考えてやらないと、はい、それは思うな。でもありがたいことに、その、うん、ね、それで別に食ってこうみたいなのでやってないですから、だから自分が、一番無理なく続けられる
ようになんとかこう3年4年でやってますけど、うんうん、でもそれもやっぱきっかけがトモさんのきっかけ、ね、そうだったから結局そうこういう感じになってるっていうので、それだとありがたかったですよね。いや、そう言っていただいてありがとうございます。ライブ配信出てくれたんで、これからもよろしくお願いします。最近自分そのライブやってないんで。そうなんすよ、なんでなんだとね。あとメンバーシップも一応やってるんだけど、月1ぐらいになっちゃってるからメンバーもやめようかなと思ってるのよ。大輔さんと逆の考えになってるの今。あ、自分の場合はちょっとあんまりメリットを与えることできない、上げることできないし、大体200円取ってないのよ、100、はいはい、いくら安くやってるから。だからまあ辞めるにしても経済的な影響はないから。トモさんもどちらかとビジネスでっていうのじゃなくて、全然違う、どちらかとまあその、プライベートな空間でよりまあ深いコミュニケーション取れるからってことですよね。そうそうそう、うん、これを求めてるから、これを、あ、今のこれただ YouTube なんかで出会うわけないが、まあ、そうないんだから、出会うわけないんだから、ね、はい、これを求めてるから自分らは、はい、ただ大輔さんは次のステップ入るんだったらちょっとね、いろいろ考えなダメだから、うん、メンバーシップは確かにね、一つあるかもしれない。でもあれ一回始めると多分やめられないっていう。やめられないね。そこですよね。やめられないと思うね。うん、で多分100人は超えると思うから結構な収入になるから、それだけで、300円で100人ってことは3万円、うん、かな。だからそれぐらいになるでしょ、うん、だからバカにならないから、うん、下手したらもっと来るかもしれないからね。あ、ですかね。だから100人以上考えたら来るよ。自分のところで35人ぐらいだから、うん、で6000人で35人だから、その単純計算10倍だったら、うん、ね、300人とかそうなるから、うん、で専門性高いから、そうそう、まあそういう真面目な話もあるんですけど、大地さんにどうしても聞きたかったことがあるのよ。やっぱり1万人3万人5万人6万人って増えていったら、はい、周りの見方っていうか影響がやっぱり出てくるし、ちょっといろいろ違うことも経験してるでしょ。いろんな経験してるでしょ、うん、例えば声かけられただとか、知らない間に誰かが見てたとか、うん、実はあの人も見てたとか、うんうん、そういうなんか変化っていうのはやっぱかなりある。そう、今の段階で、ね、うん、特に海外に行った時の方が、うん、その声顔バレてる率って多分高い、うん、それはすごいよね。日本にいる限りは そんなに声かけられないんですけど、それすごいよね、うん、でこの前、まあ、さっきちょっと聞いたんだけど、あれデルタ航空のCA さんとかにも、もう認知度があるんでしょ。まあそう、あんまデルタさんだけではないんですけど、うん、ユナイテッドだとか、あとアメリカン航空さんだとか、だとかやっぱその、米国系の路線ですよね。うん、アメリカ、日本と結ぶ路線、うん、国際線で勤務されてる方を中心に、もうそれだけではなくて、欧州圏だとか、うん、まあ、他の路線もあるはするんですけど、うん、まあただ、そうですね、アメリカ路線では結構多くの CA さんから、個別でメールいただいたりだとか、すごいね、やっぱね、先日もやっぱシアトル行った時にいろいろサポートを本当にしてくださったりだとか、うん、僕のオフ会にもやっぱ来てくれるっすよね、あの CA さん。シアトルでオフ会やるんだもんね。いや、信じられないですよね。信じられないよね。信じられないよ。行ったことないですからシアトルも。信じられない。全然行ったことなくて。あ、オフ会の中だけ行ったの。そうですよ。あれオフ会のために行きました。あ、そうなの。まあ、あとは一応友達がマイクロソフトで働いてて、あのインタビューしてた彼と、はい、ちょっと動画撮ったっていう、うん、あれですね、目的はもう。そうなんだ、はい、あ、すごいな。やっぱ相当、でも国内でもやっぱりでも顔知られてると思うよ、その声かけないだけで、うん、実際は、うん、で、あの海外の日本人会なんかにはもう名が通ってるっていうか、もう認知度もかなりあるわけでしょ。そうですね、在住者の方はちらほら見てくださってんじゃないかなと思うんですけどね。あと仕事との両立って言ったらぶっちゃけどんな感じ。ああ、その言える範囲で、はいはいはい、特にだって仕事バリバリやってるわけじゃん、大輔さん。そうですね、めちゃくちゃね、正直言って。で YouTube もこんなに毎回毎回やってて、うんうん、で並行余裕でできる、余裕ではできないでしょ。まあその動画作る時間とか作業量的に言うと、まあ辛い面はありますけど、ただなんかそれ作業とか、あとその喋ることとか多分得意な方なんだと思うんですよね。仕事でもこう講演したりするから。そうですね、仕事でも活かせてるっていうこと。そうですね、そこは通じるところがあったりだとか、あとやっぱ一番大事なのが、その仕事の内容と全然別の内容だってことですよね。ああ、なるほどね。ここは逆に線引きがちゃんとできてて、ああ、そっか、いいです。ここはやっぱね、重なっちゃうとちょっとね、まあ、いろいろよろしくないっていうのあると思うんですよね。うん、まあ、なんとなくだけどわかる。
例えば自分の前の業界の製薬会社で、うんうん、例えば働いてて同じような感じの YouTube をやったとしたらちょっとやれないね。そうなんですよね。本当言っちゃいけないこととかもいろいろあるし、うん、絡んでくるから実際自分が働いてる先と、うんうん、できないね。だと思います、ね、だからスパッと切るっていうのはそうです。本当だからもうゼロからできるコンテンツっていうので、うん、それで最初ランニングとか、あー、全部やってラーメン食べたりとかっていうのでいや僕にはね何もないんですよ基本結局もうコンピューターオタクでしたから、うんうん、はい、それ以外なかったんですよ、うん、だからもう自分で考え出したのがあれですよ、うん、まあいろんなことをやって、そう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 、料理含めていろんなことやって、その中たまたま旅行ね、コロナでちょっと行けなくてねっていうので、うんうん、なんとかこう、うん、皆さんのなんていうのニーズ、必要とされてるものの、うんうん、に出会えたんですけど、うんうん、まあ、そういう意味だとね、ちょっと国際恋愛してて、うん、ね、彼女もいてっていう、そういう状況もちょっと特殊だったっていうのもあるんですけどね、うんうん、いやー、やっぱでもすごいな、目の付けどころが良かったし、すごいなと、伸びてるの見てて、変な話、一言だけど自分も嬉しいもんね。知ってる人が伸びていくってすごい嬉しいじゃない。ね、皆さん目の付けどころ。付けどころいいです、ね。無職独身50歳。そう、当時ね、50歳成り立てのトモさん、そこ目つけましたんでね。いや、これ本当ね、良かった。目の付けどころそう。まあでも一つのきっかけになってありがたいよ。そう、だから何もない、うん、だ仕事以外何もない、うん、強みのない男が、うんうん、まあ僕から見るとトモさんって、うん、失礼じゃないですか。そう見えたんですよ。ああ、なるほどね。そう、50まで仕事人間でサラリーマンずっと来て、今も何もないからね。いやあるじゃないですか。何もない状況ね。でもそこでチャレンジできるっていうそう考えられなかったんで、そんなことできないと思ったんで、うん、絶対仕事の生かした次のステップはそれを要は、うん、まあね、まあ、踏み台にしてというか、うんうんうん、その繋がるものでないと。うん、そのもったいないみたいなのあったんですよね、うんうんうん、ガラガラポンでゼロからっていうのは相当なチャレンジだと思ったんですけど、うんうん、まあでもね、いや、このおっさんができるんだったら自分もできんじゃないかとね。ここ何人かいるよ。何人かいるよ。あいつができたら俺もできるって言ってじゃあやってみようって人いるよ。Kさんもそうだもんね、確か。シングルマザー Kさんも、はいはいはい、で自分が喋ってて冷蔵庫の前でこの人がこれで YouTube で人がいるんだったら私もできるってやったもんね。なるほど。で、Kさんもここに座ってくれたのよ。ねえ、いや、光栄でございます。ここで Kさんも、もう2年前ぐらいで、もうKさんの場合は。2年前京都に行って、確かそれぐらいで。でもKさんもコンスタントにあれですよね。もう、そうですね。やっぱ需要がね、あるね。あるってことですよね。うん、ずーっとあるね、やっぱね。あの人仕事がとかいろいろあって、大変なのにすごいなっていう感じで。うんうん、いやー、やっぱでも本当にあれ、あと顔出しどう、あの自分も聞かれたことあるのよ、うん、顔出しする危険性っていうかリスクあるのに顔出してどうっていうふうに言われて、だから基本的に顔出しなくてもいいんじゃないとは言ってるんだけど、あの例えば大輔さんの場合はそのネタ自体に情報に信用性っていうのが必要じゃん、はい、だから顔出しした方が全然いいでしょ。した方が多分良かったんでしょうね。良かったよね、多分ね、なくてもいいけど、あった方が嘘つかないなっていうか、うん、保証なのもね、保険に。そうですね、ちゃんと調べたら正しい情報を提供するっていう意味で、うんうん、僕が仮面かぶってたらちょっとまた違うんですよね、言い方が、うん、だから自分の顔出しと大輔さんの顔出しっていうのは意義が違うよね、意義が、はいはい、ちょっとね、自分の場合はまあだいたい無職とかどんなやつなんだっていう感じでみんな見るだけだから、それに対して大輔さんの場合はこうきちっとした話だから、で信用を受けるかなってこう見るから、うん、同じ顔出しでも全然違うよね、多分ね。そうですかね。いや、うん、でもトモさんの内容も信用度合い高いと思います、ね。いや、高くないね。本当ですか。高くない、うん、高くないな。だからネットの情報だから基本的に、はいはいはい、ネットの情報って見方で全然変わってくるじゃない、情報取り方、うんうんうん、切り方で。でもなんかその、まあ、こいつあれですけど、変になんか陰謀論とか、あ、そうなんじゃないのをすごい喋る系のあれもあるじゃないですか。そういうの一切ないじゃないですか。ないだから僕がトモチャンネルを見続けられてるのも、やっぱそういう内容的に考えが結構近いなってすごい思う部分あるんですよね。最近のね、ライドシェア解禁、ね、もっとやった方がいいって思う。もっとやった方がいいと思うだし、うん、はい、もう本当にもうリスクあるけどやった方がいいと思う、あれは。
いや本当に貴重な時間ありがとうね、本当に。こちらこそ、あの急に押し入ってしまいまして。いやどん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 、でもまた10万人になったら世界が変わるんだろうね、やっぱね。いやこれ行くためには、ね、変えていかないとダメですね。今の、ね、まあ続けていくことも重要だけども、あのプラスアルファしていかないとダメですね。どん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 変わってすごいよね。本当。だって知ってます？美咲さんとコラボしてますから。でもあれもう 1年前ですよ。もういや1年前かもう。1年前もうね、そう時間経つの早くて。ああそうだ。あとドスコイさんもかなり前になるもんね。そうですね。ねドスコイさんは半年ぐらい前、だよね、ですね。あと国会議員の人も。もう1年前に。11ヶ月前か。そうですね。2回ほどやらせてもらいました。やったね、はい。すごいね。他にもね、ちょっとこの動画じゃ言えないんですけど、アタックして断られた人とかもいます。あ、断られた人もいる。はい。でもちゃんとやっぱアタックするのが大事だと。すごいね。そう。事務所は所属せないの、今。趣味ですから。あ、そうか、趣味ですから。してないよ。いや、俺ね、あの国会議員の人と の, あのカット見て、はい、カットと編集見たときに、事務所所属したなと思ったのよ。あー、ぐらい前にカメラの。そうそうそう。切り替え見てて、これあの素人じゃねえなと思って、僕のラップトップの画面中央に置いて、でスマホ1台とあと DJI の、ああ切り替えて、それで それを3つ置いて、あでビビって切り替えて、でもあんな面倒くさいことするんだったら俺素人じゃねえなと思ったのよ、例えば 2個置いたら確かに自分もできるじゃん、1個こういうふうに、でも面倒くさいじゃん、面倒くさいですね、すごく編集が、ね、それやるからすごいなと思って、だから事務所入ったのかなと思ってたのよ、あ密かに、はいはいはい、そう違うんだやっぱ、入ったらいろいろできるって言っちゃう、違います、あそうなんだ、全然あの無料のツールで全部やってるんで、あやっぱすごいね、あすごい感動した、それは、あありがとうございます、なんか全部自分でやってるってやっぱすごい、最近の対談系はもう基本3カメ置いてやってます、あもうでも、プロに近いよねやっぱね、3カメなんかね、今ならこの GoPro1 台だけだもんね、何するにしても、やっぱなんか躍動感っていうんですかね。あ、その、そう、見てて違う。そうですよね。ずっと一箇所からだけじゃなくてっていうのが、やっぱそのスキップされづらい。ある、ね。あるある。見てて、いきなりこうその話してる人の横からこう来たり、はいはい、画面がボンと顔がアップになったり、でその場にねいて一緒に聞いてるかのような、そうそう、そういう感じ、感じにはなるんですかね。はい、自分の場合こう固定だからもう疲れるから、だから維持率良くないのよ。だらだら話してるおっさんの話聞かないから基本的に早送りか切るかだから、俺もそうするからだって、はいはい、だからそれ仕方ないよね、だったらこうダイナミックにこう切り替わる方が結構いいかもしれないね、うんうん、まあそういうとそういうことで、いや今日はありがとうございました、こちらこそありがとうございました、皆さんあのリンク貼ってきますので、週末海外の窓大輔さん、もうご存知だと思いますけど、私のチャンネル見てる人は、はい、まあ、よろしくお願いします、この後あれですね、僕の方で、あそうそう撮らせてもらって、あのサブチャンネルで、そう、ね、やっぱチャンネル作ったきっかけ、っていうのがじゃどういう なぜ僕が YouTube 始めたのかみたいな話を改めて、まあ、それ機会もないんで、あ、まあね、ちょっとやってみたいなと思いますんで、ね、そちらもぜひよろしくお願いします、じゃありがとうございました、じゃあすいません失礼します、よし、ありがとうございます。